皆さん、こんにちは。アフタービートギターチャンネルの滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。滝沢でございます。突然ですが、今から皆様に2つの演奏を聴いていただこうかなと思います。同じ曲なんですけれども、ちょっくらパターンを変えて2つ弾いてみます。片方は普通に弾くパターン、極めて普通に弾いてみます。で、もう片方のはちょっくらいい感じにして、ちょっくらだけいい感じにして弾いてみます。その2つの演奏を聴き比べていただいて、皆様に何が違うのかな、どう違うのかな、そんなことを、書いていただこうかなと思います。よかったらね、いろいろこの感じながら、考えながら聴いていただけると面白いかなと思いますので、よかったらトライしてみてくださいませ。早速、まず普通に弾くパターン行ってみましょう。普通に弾いてみます。感じのパターン。聞いてみてどうでしょうか。まあ、曲はね、とても有名なあの曲でございましたけれども、皆さんご存知かと思うんですけれども、まあ別に普通に弾くといっても別にその遜色ないというか、別に演奏としては成り立っているというか、完成度はまあ普通にあるかと思います。もし皆様がね、友達の家とかにこうプラッと遊びに行って、友達の部屋とかにギターがあったのを発見したりとかして、何お前ギター弾くのなんつったら、その友達がね、おお、実はギター弾くんだよなんつって、じゃあちょっと弾いてみてよなんつって、友達が、こんな感じの演奏を繰り広げたら、ああ、普通に弾けんじゃん、すげえじゃん、すげえじゃんってなる感じの、クオリティかと思うんですけども、どうでしょうか。まあ、中にはね、この下手くそとかって思うかもしれないですけども、思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、それは、まあ、ちょっと胸にしまっていただいて、まあ、これが普通に弾くパターンという感じです。次、ちょっくら、いい感じにして弾いてみます。何が違うでしょうか。どうでしょうか。2つのパターンを聴き比べて、なんか違うなと思ったかと思うんですけども、どうでしょうかね。よかったらその違い、感じたこととかね、コメントに残していただけると嬉しいです。もし皆様がギタリストでしたならば、なんかテクニック的にね、ハマリングスライドなんかなんとかかんとかなんていうことで、コメントしていただけると面白いかなと思うんで、よかったらコメントしてみてくださいませ。もし皆様がギターやったことがない、もしくはもう楽器全然関係ない、楽器やったことがないよという方でしたらば、もうアクセントでいいので、もうあんな感じ、こんな感じ、なんかこう聞こえた、ああ聞こえた、もう漠然とでいいので、なんかこんな感じがありましたっていうのをコメントしていただけるとすごく嬉しいなと思います。まあ、2つ聞いてみて、何も変わらんっていう方は、まあ、それはそれで OK なので、コメントで何も変わらんとやってみてくださいませ。ちょっともう一回聞いてみようかなという方はですね、せっかくの動画なので、ちょっと巻き戻しをして、聞き比べて、ああ、こんな感じ違うかな、こんな感じ違うかなって、皆様の方で感じ取っていただいたことをコメントしていただけると。すごく嬉しいなという感じです。この日はね、テレビじゃなくて、ね、動画の利点なので、こう何回も何回も聞き比べて、何が違うのかなってことをじっくり吟味していただけると、すごく嬉しいなと思います。で、感じたこと、思ったことをババッとコメントしていただくと、こう皆様のこうディスカッションもね、すごく面白いと思うので、この辺もテレビにはない面白さなので、もしかしてよかったら、皆様の方でもコメント欄で盛り上がっていただけると、すごく嬉しいなという感じです。次の2本目の動画では、答え合わせをします。僕がどんなことを気をつけて、どんなことを意識して弾いているのか、そんなことをね、かいつまんでお話をさせていただきますので、バババッと、考えてコメントをしたならば、次の動画に進んでみてくださいませ。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。